高齢化社会の進展に伴い、要介護者の数も年々増加しています。そこで必要とされているのは、介護を職業とする人たちです。介護の仕事はただお世話をするのではありません。介護サービスの利用者が自分の人生を自分らしく生きるために、何ができてどんな支援が必要なのか、利用者は自分で何ができるようになりたいのか、その望みを達成するために何をすべきかということを、利用者と一緒に考えて支える仕事なのです。今回のクローズアップナウでは、経歴や年齢などを問わずに働くことができて誰かの支えになる仕事、介護職について、働く人たちに仕事内容ややりがいを伺います。看護小規模多機能ホームキララ摂津郷に勤務して2年目の前田優奈さん、23歳。人と接することが好きで、コミュニケーションを取ることが得意と話す前田さんは、いつも利用者に寄り添って働いています。ではまずは、介護職に就こうと思われたきっかけは何だったんでしょうか？私はもともと人と関わる仕事が好きで、前職でも人と関わる仕事をしていたので、やっぱりどうしても人とコミュニケーションを取ることもすごい私的に好きなので、やっぱりそういう仕事に就きたいと思ったのと、私のおばあちゃんも認知症で、そういう分からないことも多かったりとかして、認知症のことにもうそういうことも勉強できたらいいなと思って介護職に就きました。では介護職に就く前に持たれていたイメージと、就いた後に感じたことに違いはありましたか？介護職に就く前は大変なイメージだったり、やっぱ体力的にもしんどいというイメージだったんですけど、介護職に就いてからはとても大変な仕事も多かったりもしますけど、やっぱり楽しいと感じることが多くなりました。その大変だなと感じる部分はどういったところですか？利用者さんが今何を考えているのかとか、やっぱりどう思っているのか、利用者さんの気持ちっていうのがちょっと読み取りにくかったりしてて、その部分がちょっと大変だなって思ったりします。では現在の仕事内容について教えてください。はい、主に入浴介助や送迎とかレクレーションですね。利用者さん認知症の方が多いんですけれども、やっぱ入浴にお誘いするときにどういうふうに声かけをしたらいいのかとか、やっぱり拒否される方が多かったりして、やっぱ脱ぐことに対しての恥ずかしさだったり、やっぱり見られたくないとこを見られてしまうっていうのがあって、やっぱ拒否される方が多かったりするので、どういう言葉をかけたら気持ちよく入ってもらえるのかっていうところも、いろいろ試行錯誤しながら、入浴介助だったりとかレクレーションもやっぱり気持ちの上がり下がりが結構激しかったりするので、どういうゲームをしたら喜んでくれるのか、どういうふうにお誘いしたら、みんなと一緒にチームとなって楽しく過ごせるかっていうのをいろいろ気をつけながらやっています。ではこのお仕事をしていて一番嬉しかったことだったり、やりがいって何ですか？利用者さんに接しているときに、ありがとうっていう言葉だったり、とても助かったとか嬉しかったっていう、その言葉だけで私はすごい嬉しさとかやりがいが感じます。ではこれから進路を選択する学生などへ、介護職に就くことについて一言お願いします。はい、私は介護職は未経験ながら今のお仕事を就いたんですけれども、やっぱり実際現場で働いてみると、やっぱりいい先輩方がすごく一つ一つ丁寧に教えてくださったりしますので、とてもやりがい感じます。身体介護を行う上で必要な介護職員初任者研修を、受講して、さらに介護についてもっともっと勉強することができたので、例えば皆さん初めての方もいらっしゃると思うんですけど、全然先輩方もついてますし、とても楽しいので、ぜひ頑張ってみてください。トップケア訪問介護センターに勤務する足立小夜さんは現在39歳。
若い頃から介護業界一筋の人です。子供を出産し少し落ち着いた頃から今の会社に就職しました。子育てと介護の仕事をうまく両立し、登録ヘルパーを経て今ではサービス提供責任者としてホームヘルパーへの指導なども担当しています。笑顔が素敵で元気いっぱい働いています。介護職に就こうと思ったきっかけは何だったんでしょうか？私はおばあちゃんのことが小さい頃から大好きで、すごいおばあちゃん子だったということもあって、でその後に介護職という介護の仕事があるということを知って、この仕事に就こうと思いました。では介護職に就く前に持っていたイメージと就いた後に感じたことに違いってありましたか？はじめに就いた職場が施設だったので、やっぱ体力的にしんどい仕事なのかなっていうふうに思っていたんですけど、実際には楽しかったんです。ただやっぱ楽しいだけではなく別れもあり、辛いことも結構ありました。でも利用者様が笑顔で接すると笑顔になってくれるので、それが支えでした。では現在の仕事内容を教えてください。私たち訪問介護でして、利用者様一人一人に合ったサービスに入るために、ご利用者様が自立した生活を送れるようにケアマネージャーやヘルパーと連携を取りながらサービスの方を行っています。実際に私もヘルパーとして家事援助や調理などのサービスを提供しています。ではヘルパーとしての仕事の良さだったり魅力があれば教えてください。訪問介護はご自宅でのサービスになるので、1対1での個別的なケアができるところがいいところかなと思います。その中で関わっていくうちに自分自身が温かい気持ちになれることが良さだと思っているのと、働き方に関してはライフスタイルに合わせた働き方ができることが魅力だと思っています。足立さんはお子さんがいらっしゃるということなんですが、お子さんがいても働きやすい環境ですか？はい、子どもが小さい時から働かせていただいてるんですけど、働きやすいなと感じています。では子育て中の女性や子育てが一度落ち着いてこれから働いてみようと考えている女性、また転職を考えている女性へ介護職に就くことについて一言お願いします。これまで介護分野で経験がない方や今現在、子育て中もしくは子育てが終わった方でも自分のペースでこの仕事について就けるかなと思う職業です。実際に私の職場でもそのような方が働いていますし、家庭と趣味そして仕事との両立ができる職業だと思っています。仕事をしていく中で人生の先輩である利用者様から学ぶことがとても多く、自分自身が成長できる場所ですし、一人ではなくたくさんの仲間と支え合って仕事ができる職業だと思っています。リハビリデイサンスポーツの管理者兼生活相談員の野中大和さんは33歳、現在の職場で働き始め今年で4年になります。教師から転職した野中さんはアメリカ留学中にアスリートに対してのリハビリを行っていました。そこで学んだリハビリやコミュニケーション能力を生かし、高齢者の自立支援を目標として日々楽しみとやりがいを持って介護の仕事を続けています。まずは介護職に就こうと思われたきっかけは何だったんでしょうか？もともとアスリートに対してのリハビリを行っていたんですけども、日本で高齢者様のためにこれからはリハビリを提供していきたいと思って介護職を選びました。介護職に就く前に持たれていたイメージと就いた後に感じたことに違いはありましたか？介護職に就く前は、
高齢者さんとうまくコミュニケーションを取れるかすごい不安だったんですけども、まあ、気さくに話しかけられる方が多くて、はい、そのあたりはスムーズに行うことができました。あと、まあ、介護というとすごい大変なイメージがあると思うんですけれども、まあ、うちの、デイサービスでは自立を目的にされている方が多いので、まあ、転倒とかは気をつけないといけないんですけれども、まあ、そこまで大変に感じたことはありません。では現在の仕事内容について教えてください。生活相談員としましては、ご利用者様が自宅で自立して生活できるように支援を行っています。であと、まあ、お体の悩みがあって来られる方が多いので、まあそのあたりのリハビリがしっかり行えるようにサポートをしています。でリハビリの補助をすることもあります。これからやってみたいことや目標などはありますか？今後さらに最先端の機能訓練を取り入れたり、航空の機能訓練も取り入れたりして、まあ、さらにご利用者さんの自立を促せるように、サポートしていきたいと思います。では仕事をする中で嬉しかったこととかありますか？なかなか家から外に一歩踏み出せない、なかなか外を歩けないっていうご利用者さんがいたんですけれども、デイサービスで運動することによって自信が持てて外を歩けるようになった、外出できるようになったという方がいるのが一番嬉しいことです。では中高年世代で転職を考えている人や求職者へ一言お願いいたします。介護というとですね、大変でやりがいがあまりないと感じている方もいるかと思うんですけれども、まあ、とても感謝される仕事ですし、デイサービスに来て、まあ、来てよかったってすごい実感していただけるのがすごい、嬉しいことです。で、高齢者の方からいろいろな人生のお話も聞けますので、それもすごい仕事として楽しいところだと思います。何を大切に介護するかという介護観は人それぞれで、正解があるわけではありません。しかし利用者の思いを尊重すること、利用者が自分でできることは可能な限り自分で取り組み、希望を実現するために日常生活を安全安心に送れるようサポートすることが介護職の役目です。介護の仕事に就きたい方はもちろん、誰かの役に立つ仕事がしたい方は、今回ご紹介した内容をきっかけに介護職を選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。